はい、山形県の塩田養鯉場です。先日から沼揚げ続いてまして、まあ五色とあとは紅白の池、あと大正三色少しいるところの池を揚げましたので、まあご紹介したいなと思います。で、一番奥にね一旦入れたんですけれども、ちょっと数がね少しだったので、一番奥の2箇所にまあそちらにね缶詰状態っていうかねにして、まあ冬越しそちらでしたいなと思います。大きさ的には18センチから20センチぐらいのところですね。成長してないものでしたら13センチぐらいにはなってるんですけども、大きいものでしたら22、3センチくらいにもなってます。大きくなる池とねの池と、あとまあね数がいっぱい入ってて餌とかが少なくて成長しない池の場合ですと、まあ13センチぐらいですね。大きさは数がね少ないとやっぱり餌のね取り合いが少なくて大きくなる傾向にあります。あら、一匹飛び跳ねてる。紅白ですね。今年はまあ前半の方がね天気良かったので、成長はまあ順調というか、まあ大きくなったところはまあ大きくなってます。まあ後半ね大雨降っちゃって災害とかありましたけど、無事にねほとんどの搭載池を沼揚げできたので、まあ良かったですね今年は。光物もね綺麗なところちょっと混ぜてみました。綺麗な五色、まあここら辺ね後ろにちょっと模様ありますけど、タンチョウの五色ですね。紅白ですね。はい、小模様の五色ですね。はい、大正三色ですね。綺麗ですねここら辺。まあ、ここら辺のね単調五色になるんですけど、ちょっとね単がずれてるので、まあ大きくしてから販売したいと思います。そういうのは。はい、紅白ですね。4段模様ですかね、紅白。これも紅白ですかね。まあここら辺ちょっと色飛んでね、鹿の子模様になってる鯉です。ほい、これ五色ですね。大模様の五色です。今は綺麗じゃないんですけども、まあ、大きくなったらね変わってくると思いますので、こういうのは縦鯉としてまあ大きくしたいと思います。これ五色ですね。これ小模様の五色、綺麗になりそうです。五色、これも五色ですね。紅白ですね。五色、ここら辺は松川化けですね。少し混じったんですね。銀鱗の松川化け。ここら辺はチュッパゴイですね。そっちにチュッパゴイ入れてます。紅白ですね。これ綺麗な五色ですね。小模様っていうか、うん、巻きもいいですし、あと黒地もねこれから真っ黒くなってきそうな感じの雰囲気あるので、綺麗な五色です。まあ後でねゆっくり見てみましょう。ここら辺薄いね五色、まあ変わってきそうな雰囲気もあります。ちょっと上品で、まあ黒すぎないので面白そうですね。ここら辺はねちょっと火がね汚くなってるので、まあ将来ねどうなるかですけども、まああんまりねいい五色ではないです。まあ模様はいいんですけども、火がね良くないですよね。こういうのは黒五色ですね。まあ頭の前半しか赤い模様ないんですけども、まあこれはこれでね特徴的な模様の鯉になると思うので、まあ変わった模様が好きな人はねこういうの面白いと思います。黒五色ですね。まあ、五色なんですけど、当歳でね2022年6月に生まれたものですね。今がね9月の24なんで、
まあ大きさ的には22-23センチぐらいのがね大きいところだと思います。ここら辺だと23センチくらいですね。3、4センチあるかな。23センチくらい。ここら辺のね、小さいもので13センチくらいですね。13センチくらいの。まあ、ここら辺、こう模様で綺麗です。で、ね、黒字も上がってないんですけども、こういうのね、紐模様綺麗なので将来楽しみだと思いますね。あとなんか綺麗なのは、いますかね。まあ、五色はね、後からね、黒が、真っ黒くなって上がってくる傾向にありますので、まあ今からね、黒いやつを選ばなくてもいいと思います。まあ黒くなりすぎてね、日まで真っ黒くなる場合もありますし、そこら辺はなんとも、まあ育ててみないともはっきりわかんないんですけども、まあここら辺とかね、ちょっと変わってるやつで言うと、日までね、ちょっと黒いなんかやつもいます。まあこういうのね、日がカノコ模様になったりとかして面白い場合もあります。まあこういうのもね、日がカノコ模様になります。ちょっと薄い、日が薄いんですけども、まあこれからは潜水池で飼育するので、日が閉まってきて、変わった声になる場合もありますし、まあそれはね、飼い方次第です。まあ良くなるも悪くなるも池の作りとかがね、あって、池がね、作り悪いとね、色飛んじゃったりとかしますし、池がね、まあこういうの、環境に適しててね、まあ水質も良ければ声はねメキメキとね良くなってきますので、そこら辺はねお客さんの池次第ですので、実力のね見せ所です。はい。あと餌とかもね、今だいぶ良くなってますのでね、昔の餌とは比べ物にならないくらいね、よく太るようにもなってきましたし、まあ色もね上がるようになってきました。あとね、まあ、ホームセンターとかね、安いところのね、廃材を固めたような餌ばっかり食わせてるとね、色を飛んじゃってなくなっちゃったりとかもしますし、やっぱり餌にはね、皆さんこだわってね、あと水質とかね、あと温度ね、冬場かけれる場合は温度ね、23度とかね、最低でも20度ぐらいはね、取ってもらってかけれれば、まあ、声は良くなります。まあ、冬ね、もし温度かけないという場合でしたら、しっかり冬眠させるっていうことも大事ですので、まあそこら辺のね兼ね合いも大事です。中途半端にね温度を取ったりとか温度を下げたりとかするのが一番良くないですので、はい、今餌の時間始まって、まあ、トウサイね、今年収穫したトウサイが今餌タイマー回ったので餌の時間になりました。だいぶね成長もいいですしね、綺麗なのもいっぱいいます。綺麗なのいっぱいいますね。今年ね、やっぱり3家とかもね、そんなに人1家しか取らなかったんで、数ちょっと離さなかったんですけど、3家が結構いいのがね、何本かいたんで、ほんとね、面積増やして放流すればよかったなと、今では後悔してますね。まあ、あとね、人1家ね、池、ちょっと 雨でね、少し流れちゃった池とかもありましたね、紅白の池なんですけども、そういうところでね、ちょっと残念でしたね。これ、五色ですね。はい、続いては、まあ、紅白ですね。まあ、紅白は大模様ですね。今のところいるとは、まあ、こういうやつだったりとか、こういうとこですね。23センチくらいですね、大きいところで。小さいところでしたら、まあ13センチぐらいのところじゃないですかね。とびっきりのがねあまりいないですけど、まあそっちの一軒の小さいところにはカタツキの模様いいのいたんですけど、ここら辺がね大きく、ここら辺とか頭ハートの模様、今からハートの模様の紅白、まあ閉まってくればねまた良くなってきそうです。こういうのもここら辺とかですね。あと選別してね、小さいところのこれ羽物ですね、まあ、選別したのの羽物ですね。こっちとかもいますけど、はい、放流しますね。
はい、放流します。これね、1本綺麗な三軒いたのでちょっと残してみました。壺積みでね、あと紐模様もね面白いのでね、ちょっとね、あの痩せてはいるんですけど、なんかいいですね、雰囲気的に。これも、まあ、大きくなるように池に放流したいと思います。はい、はい、こんな感じでね、あの放流しました。あとはね、冬場はね20度以上には温度とって、餌もね毎日食わせて少しずつは大きくしたいなと思います。まあ灯油代もね高いですのでね、そんなにバカバカとね温度取れるわけじゃないんですけども、まあうちではね、あの薪を使って温めたりとかもしてます。まあね、まあ経費削減というかね、灯油代バカスカかけちゃうとね、鯉のね価格に反映そのまましちゃいますので、やっぱりできるだけ経費を抑えて安くするように、まね、薪ストーブに頼ってます。当歳はね、温度ちょっと高くしてあげる必要あるんですけどもね、2歳3歳になるとね、そんなに冬場はまあ氷点下下回ってもまあ10度ぐらいあればなんとかね、冬越しさえできればその春の水温高くなってくるときに、まあ、またね大きくなってきますので、2歳とかね3歳はねちょっと灯油かけて大きくするってことをうちではしてないんですけども、まあ、当歳の場合はねそれなりにね赤ちゃんだと思って温度をね取ってね、あの餌も食わせて元気に育つように、また春をね迎えられるようにしたいなと思っております。で里芋ね今抜群にいいです。はい、こんな感じでね、当歳のね沼揚げと選別したのをね、まあかいつまんでお送りしました。またねこれからね品評会時期とかあって、まあ品評会とかにね、まあうちではまあ30センチとかね40センチ、あとは、50から80ぐらいの大きな鯉までで、小さい鯉はねあんまり品評会には出さないんですけども、まあもし綺麗なのがねいたりしたら、まあ、12センチから品評会ありますので、そういうのにもねチャレンジしてみたいなとは思っております。それではまた、さようなら。